信頼感の醸成のようなことについてよほどやっぱり努力しないと先に進まないと原子力発電を推進する側もそれからそれをあの止めようとする側もこの問題は避けられない取りまとめ案では高レベル放射性廃棄物を地中に埋め処理する地層処分が最も有望であるものの安全性については必ずしも共通認識が得られていないとしましたその上で 国が前面に立って科学的に候補地を決め地元と信頼関係を深めつつ理解を得るべきだとしています経産省は来週からこの案についてのパブリックコメントの募集を始め4月末にも取りまとめる方針です